泉の森は神奈川県山和市にある公園である。曳地川の水源地を中心に国道246号を挟むようにして約42ヘクタールが整備されている。特別緑地保全地区。一帯はかつて引き地川沿いの宿殿だった。しかし都市化が進むと雨量の流入が多くなり洪水が発生するようになった。そこで1982年に上草柳調整地を 整備し、周囲を公園として開放した。水源地を含み緑地が多いのが特徴となっている。設備としては、失笑植物園、緑の架け橋、水車小屋、郷土民家園、触れ合いキャンプ場、自然観察センター、白河市の家などがある。失笑植物園、郷土民家園の農家豊かな自然が残る失笑植物園にある主な植物としては、花勝負、 あやめ、半下ウ、タコの足などであり、失笑地ならではの植物が自生している。この橋は米松を利用したシャバリ橋であり、建設省による手作り郷土省、アメリカ木造協会木橋部会の木造協商歩道協部門で第1位を獲得した。1990年に完成。2年をかけて作られた。この場所には18世紀、19世紀に建てられた民家が、 保存されている。その貴重な昔の家を生かして様々なイベントが開催されている。キャンプ用の建物には岐阜県郡上市特産である木が使用されている。施設内は水事場、野外宅、トイレ、ステージ、事務所などがあり、予約の空きがあれば無料で使用できる。自然を学ぶための施設で様々な展示や図書室、泉の森を一望できる展望デッキがある。 運営はボランティアが協力している。騒音は広い公園なので部分的であるが、公園を南北に分ける国道246号の橋付近では車両の騒音が公園の南端で東名高速道路をくぐって暮れ合いの森付近では厚木海軍飛行場の侵入路にあたり航空機の騒音がある。a b 都市公園には該当しないという。CF 平成22年一般会計補正予算、大和市議会議事録泉の森の遠隔、公式サイト触れ合いの森、お知らせ。ありがとうございます。